日本ハムファイターズには有望な育成選手が数多くいますけれども、7月中のこの期限までに支配下昇格の可能性もある一軍の即戦力になりそうな育成選手2人見ていきたいと思います。支配下昇格に最も近いピッチャーということで見ていくと、育成のこのスン投手ですね、このピッチャーが一番支配下に近いかなっていうところにいます。最速157キロを投げる、高卒のピッチャーということで、そして183センチと長身で、年齢的にもまだ19歳。加えて二刀流もできるくらいバッティングも相当いいと、本当にポテンシャルを十分に秘めたピッチャーです。日本の高校を出た選手であれば、ドラフト1位で競合していた可能性もあると、それぐらいのピッチャーだという評価ですね。新庄監督も最初に映像を見た時にこんないいピッチャー取れるわけないだろうと思っていたというふうに語っています。本当にこのスン投手には1年目から支配下、そして1年目から先発で投げてほしいと、新庄監督も獲得当初このようなコメントをしていました。年齢とか関係なくとにかくもういいピッチャーであればすぐに支配下と、そんなコメントがあったんですけれども、現在2軍での投球が続いています。最近は先発であったりロングリリーフを想定してなのか、2イニングの投球っていうのが増えていますね。2軍でのトータルの成績が8試合の登板で防御率が 2.08、 13イニングで奪三振が10個、四死球が5つですね。13イニングに対してフォアボールの数も5つと、コントロールもまずまず安定していて、ストライクが入らないとか、そういった状況では全くなさそうと。そして奪三振もイニングに近いぐらい奪えていて、防御率も安定しています。平均球速で言うと、最速は157キロと言われているんですけれども、だいたい149キロぐらいですかね。こうたまに150キロちょっと超えるぐらいのボールがあると、それぐらいの投球になっています。なので、こう触れ込みで157キロと言って思ったより球速出ないとか、そういった感じでもなく150キロぐらいはしっかり投げれると、そういったスピードもアピールできています。仮にこのピッチャーが高卒の日本人のピッチャーであれば、もう高卒1年目でこれだけ2軍でまとまった投球もう間違いないぞという感じなんですけれども、やっぱり外国人投手ということでちょっと外国人枠の関係もありまして、ここが少し難しいところであります。現状1軍外国人枠が結構こうパンパンに使われている感じでもありますからね。リリーフピッチャーとしてであればこれだけ球も速いですし、結構面白いと思いますし、先発としてもどれぐらい投げられるかっていうところを注目したいところであります。すぐに戦力としてどうしても使わなければいけないかどうかっていうところは別として、今年中に一度一軍を経験させたいというような首脳陣の思いがあれば支配下昇格の可能性はあると思います。では続いて野手で支配下が一番近い選手、こちらを見ていきます。野手で支配下昇格が一番近いのは梅林選手かなというふうに見ています。昨年は1軍で6打席で3本のヒットを放って打率が5割、そして2軍でも OPS652 ということで、打率的には2割中盤ぐらいだったんですけれども、そんなに悪くない数字ですし、全体的にバッティング面でも健闘していました。そして守備でもいい動きは見られていたんですけれども、戦力外通告を受けて育成選手に降格ということになりました。ここで梅林選手本人も力の差を痛感したというふうに語っていました。2軍でもそんなにこう自分の中でできなかったとか、結果を残せなかったっていう感じでなかったにもかかわらず戦力外通告を受けてしまった。それだけ他の選手、こう1軍で頑張ってる選手とか、こういった選手と比べると差があるんだなというのを痛感したというふうにコメントしています。今年は育成での再スタートとなったわけなんですけれども、打撃は自己最高の成績を残しています。ここまで23試合に出場で3割2分8厘、ホームランが1本、出塁率3割7分1厘、 OPS802、 得点圏打率が5割という数字になっています。年齢的にももう26歳と若手選手では全くない、もう中堅の選手に入ってきていて、なおかつ育成に落ちてしまったということで、本当に崖っぷちという状況で梅林選手自身も相当強いが思いがあって、今年は一気にこう成績を上げることができているのかなというふうに見えますね。キャッチャーでこれだけの打撃成績を残しているということで、再昇格ですね、試合下再昇格に大きく前進しているということは間違いありません。バッティングももちろんなんですけれども、守備でも、しっかりといい動きを見せていて、一軍でもキャッチャーとして頑張ってくれるんじゃないかなと、そんな感じの動きが見られていますし、やっぱり日本ハムとしても試合下昇格っていうのは期待したいところです。ただ現状1軍はタミヤ選手が完全にレギュラーを取ってきていて、そして伏見選手、新人の新藤選手もいるということで、ちょっと枠的にはなかなか1軍に割って入るのが難しい感じにはなってきています。
まあ、ただこのまま育成のまま今シーズン終了ということになると、他球団が支配下枠としてこの梅林選手を獲得する可能性っていうのも正直十分あるのかなという感じではありますよね。まあ、他の球団見渡してもキャッチャーが不足している球団っていうのはまあそれなりに多いですし、まあ、2軍でこれだけの成績を残せるキャッチャー、まあ、そして守備もまずまずできるというキャッチャーっていうのはまあそんなに数多くないですから、やっぱり日本ハムの中でまあこう台頭させていくのか、もしかすると他球団に移籍した方がこう活躍の場が広がる、そんな可能性もある選手だと思います。まあ、梅林選手はまあ日本ハムでこれだけ頑張ってくれているので、ぜひまあ1軍で見たい選手ではあります。では続いて他の支配下昇格候補の選手、こちらについても見ていきたいと思います。野手では梅林選手、ピッチャーでは駿投手、まあ、この2人が支配下昇格候補なんですけれども、まあ、他の選手見ていきますと、野手に関しては正直、まあ、現時点で梅林選手の他に、まあ、この選手上がるかもっていう風な、まあ、兆しが見えている選手っていうのは一人もいないですね。浜田選手、平田選手、藤田選手、山口選手、そして阿部選手と、まあ、こうした選手が2軍で結構出場はしているんですけれども、まあ、2軍でも相当苦しんでいる状況です。浜田選手と平田選手は打率1割ちょっとで、藤田選手もまあ1割中盤、そして阿部選手は今年まだヒットが1本も出ていない、まあ、山口選手も故障明けということで、そんなに試合も出場していないということで、まあ、どの選手もまあ来年以降に期待という感じになっていますね。まあ、全体的に現状日本ハムは育成のピッチャーの方が、まあ、野手よりもこう一軍に近い選手が多いのかなという感じですね。まあ、ピッチャーで言うとやっぱり松本投手は結構ファンの方々からも名前上がるピッチャーで支配下昇格候補ですね。まあ、体格も相当いいですし、まあ、そこから投げるストレートの球威なんかも、まあ、本当に期待ができると、まあ、そういったピッチャーです。ここ最近はちょっと失点がある、まあ、そんな試合も目立ってはいるんですけれども、まあ、仮にですけれども、まあ、まだ防御率2点台中盤ぐらいなので、ここから全試合無失点とか、まあ、それが7月の下旬ぐらいまで続いていけば、まだまだこう支配下ギリギリこう昇格という可能性も残っていると、まあ、そういったピッチャーだと思います。育成のピッチャーということで、やっぱりこの体格が良くて伸びしろがものすごく大きそうと、まあ、こういったピッチャーはすごく期待できますよね。まあ、あとはピッチャーなんですけれども、山本投手、松岡投手、中山投手、斉藤投手、柿木投手、鍵谷投手と、まあ、こうしたピッチャーが育成の中でこうまずまずの投球を見せているんですね。防御率でいうと、まあ、2点台からまあ3点台後半ぐらい、まあ、これぐらいの防御率っていうのがまあ大体どの選手も残っていて、悪くはないですし、こう2軍ではある程度こう通用しているところはあるけれども、支配下昇格させるかっていうと、まあ、ちょっとまだ物足りない部分があるというような感じがあります。まあ、なのでこの松本投手じゃないですけれども、何か一つここで育成から上げたら面白いぞと、1軍でこの武器を生かしてくれるんじゃないかと、まあ、そういったところを見たいと、まあ、そんな選手が多いような印象を受けます。以上です。